君がいないと何にもできないわけじゃないと夜間を気にかけたけど紅茶のありかがわからない。ほら朝食も作れたもんね。だけどあまりおいしくない。君が作ったのなら文句も思いっきり言えたのに。一緒にいる時は窮屈に思えるけど、やっと自由を手に入れた僕はもっと寂しくなった。さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもより眺めがいい。左に少し戸惑ってるよ。もし君に一つだけ強がりを言えるのなら、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。最後までご視聴いただきありがとうございました。令和ミュージックボックスのボーカルラザンタです。私事ですが、先週引っ越しを行いました。引っ越しを決心してから引っ越しするまで約1ヶ月とかなりバタバタでした。もっと余裕を持つべきですね。来週は EXILE の Together です。それではまた。